静岡市の歴史博物館は今日から一般公開が始まり早速多くの人が訪れています開館前には30人ほどのお客さんが並びました静岡市歴史博物館のプレオープン目玉の展示である戦国時代の遺構そしてあちらさまざまな展示にお客さんが見入っています 歴史博物館は静岡市が青井区の駿府城公園の隣に62億円をかけ建設しました来年1月のグランドオープンを前にきょうから1階部分のみ無料で一般公開が始まりました館内には市の歴史に関する資料が展示されるほか今後徳川家康や今川家など 死にゆかりのある武将の功績を伝える資料が並ぶ予定です建設途中に発掘された戦国時代末期のものとされる道と石垣の遺構は博物館の目玉で訪れた人は歴史ロマンに思いを馳せながら見学していました新たな発見があるよできるようなあのところになってい行ってほしいなと思います